皆さんこんにちは、星椎茸です。ドラゴンズドグマオンラインシーズン 2.2 の実況プレイ動画を始めたいなと思います。それではですね、本日ドラゴンズドグマがシーズン 2.2 にアップデートされましたので、まず今回のパートはですね、そのアップデート情報を見ていこうというふうに思います。はい、それではまずアップデートの一つとして新ジョブが追加されました。ただですね、まだ解放されておりませんので、ここにはちょっと表示はされておりませんが、なんだっけ、何ランサー、スピリットランサー、スピリットランサーというジョブが、まあ追加されて、これは何色だっけ、赤、まあ槍による攻撃ですとか、まあ回復なんかもできたりとかっていうような、赤と緑を兼用したようなキャラになっているような感じですね。で、あとが、まあ、そんなところですかね。あと、侵食系の敵に与えるダメージ量が増加する、新狙いってやつも、このスピリットランサーに、アビリティが入ってますので、まあ、これは上げるのは必然になってくるのかなというふうに思います。はい。それではですね、次に、アビリティとかスキルが一つずつ、追加されておりますので、見ていきたいと。まず、ウォーリアーで見ると、地生姜って思うんですかね。渾身の力で大剣を地面に突き刺し、大地を揺るがす。地上ではボタンの長押し、空中では発動時の落下距離により威力が上昇。倒れた状態の敵に対し進化を発揮というようなスキルが覚えてますと。まあ、レベルアップ条件は特殊条件により解放ということですので、まあ何かをしないと、まあ現状まだ取れないよと。まあただこれ書いてあるところを見ると、地生姜とこの飛竜突がほぼほぼ、ね、力強く大金を突き立てるってなってるんで、なんか似てるような気がするんですけどね。で、アビリティの方も、どれだっけな、この下の二つかな、ちょっとお待ちを。なんだっけ、ウォーリア。ちょっと、画面を見ながらね、ちょっとやっていきましょうか。これか。ここからですね。マザンサイ。これか。マザンサイ、合悪しがみつき時に与えるダメージ量が増加するってやつと、的絶。的切りのダメージ量が増加。破山祭、これか。破山のダメージ量が増加するっていう。この4つが追加されていると。まあ、各ジョブ、全部4つずつ追加されていると思われます。で、他の実装項目としては、メインストーリーが追加されてますね。ちょっと待ってくださいね。この、マップどうやって広げるんだっけ、ちょっと。やべ、マップの広げ方。あ、これだ。これ、はい。レベル69、新大陸ということで、メインストーリーが追加されて、そのメインストーリー追加に伴って新大陸ですね。フィンダムっていう、何でしたっけ、前回、前々回とかのシーズンでいた、女の子たちがいたフィンダムっていう大陸。精霊王がいるところですね。で、それに伴ってエリア、ダンジョンが追加されているっていうことと、クラン拠点。白竜神殿の昇天区にクラン拠点が追加されたということで、どこですかね。白竜神殿の昇天区。クラン拠点。あった、これや。美容院のあるところですね。ちょっと遠いけど、なんかリムの石があったから、まだ割と行きやすい方かなとは思うんですけども。ここって何があったんかな、前。ああ、もともと。いや、ここなかったよな。多分こんなとこなかった気がするんですけどね。クラン拠点っていうのがあるんで、クラン拠点はまだ解放されてませんと。まだ解放どうやらされてないそうですね。ポン遠征隊っていうのがあっ
って、まあ、クラン拠点の機能としてポーン遠征隊を追加しましたと。ポーン遠征隊では派遣先エリアダンジョンのエリアポイント AP やスポット情報に記載された特産品などの報酬が獲得できるほか、出現するモンスターのジョブ修練を代行できます。え、嘘、出現するモンスターのジョブ修練代行、これ熱いですね。今まで本当ジョブ修練嫌いでサボっていたんですけども。また一定確率でホットスポットを発見することがあり、次回の、派遣先として選択すると特別な報酬を獲得できる可能性がありますということですね。他が、ポーン遠征隊でレベル75星4相当の発掘武器を入手しようっていうようなイベントもあったりですとか、各社の実質でポーンと絆と深められるようなポーンと深められる絆の上限が解放されたと。今までなんぼが上限やったのかわからないんですけども、まあ、上限が解放されたということで、まあ、絆を深めるとポーンクエストの受注が可能になると。だからポーンがお願いをしてくるそうです。さっき実質に入ったらなんかそんな感じのね、なんかアナウンスが出ました。で、戦技の継承ということで新しい段階が解放されましたということで、あ、そうか、戦技が解放されクランレベルが3になりました。なんで3になったの？あ、そう、誰かやってくれてんねや。戦技とかどこで見るんだっけ？戦技。これオーブツリーやしな。ちょっと見方が忘れました。で、クラフトのレベルが今まで40がマックスやったのが45まで解放されているっていうことで、それに伴って、武器や防具やジュエリーが増えていると。で、新たなアイテムが追加しました。これが今の現状何のことかが分かりませんが、新たなアイテムが追加されているっていうのと、モンスターで4種類ですかね。タラスク、スパインパック。これなんだろうな。見た目的に何かわからん。ベリゴリベアード。これはどっちかというと今までいたあの猿系、オーガとかああいう系の猿ですね。ビフレスト。なんかすっごい派手な極彩色系のなんか鳥が追加されてますね。タラスクはなんか火を吹いてるんで、なんか竜族系の何かなのかなと。スパインバックっていうのが、この絵だけで何かちょっとようわからないですね。で、エクストリームミッション、大地の怒りを追加しましたということで、大地の怒りを追加す、受注するには、シーズン 2.2 のメインクエストクリア後、パーソナルクエスト、ザーメキシ大地をクリアし、装備している武器、防具のアイテムランクが、の平均が52以上ということですね。はぁ。で、これでは、シーズン 2.2 の最強武器のね、武器の素材、いつも通りですね。エクストリームミッションクリアして武器の素材を集めましょうと。エクストリームミッション、セントと共にを追加しましたとということで、セントと共に、ソロもしくはポーンとのみで参加可能。他の各社とパーティーを編成して参加することはできないと。はあ、ははあ、エクストリームミッションのセントと共にに行くことによって、まあ、自分ソロ一人もしくはポーンを連れて行くと、報酬でシークレットアビリティが獲得できるというようなことですね。で、グランドミッションも古代神殿の死闘が追加されたということで、グランドミッション。まあ、見れないですね、まだ。で、ワールドクエストとかも増えてるのと、マップってそういえば、これで、広域マップにしてフィンダムって見れんのかな？フィンダムって別大陸でしたっけ？このは、そうか、別大陸やったかな？別大陸っていうか、別世界？そうや、別世界や。ここにはないですね。これなんだ？
エリア目視調査の追加ということで、フィールド上の隠された採取ポイントを見つけるエリア目視調査を追加しましたと。隠された採取ポイントはミニマップにマーカーが表示されず、フィールド上で赤色に光りますと。で、採取すると特別なアイテムや経験値、プレイポイント、PP が手に入るほか、発見数に応じてアチーブメントで専用の報酬が獲得できると。この採取ポイントは一度採取すると消えてしまい、繰り返し採取することはできませんということなので、まあ、赤色のね、ミニマップに映っていない赤色のなんか光ってるところが見つけたら積極的に取りに行きましょうと。で、ショップで白竜神殿にスピリットランサー用のメイン武器が追加されているらしいですね。で、オンラインショップの新商品追加ということで、トレジャーズロットですね。通常ロット。これですか。スピリットランサー用武器が登場ということで、獣魔族モンスターに効果絶大、最大強化でレベル72相当の性能ということで、まあこれがですね、黄金石30個で回すか、シルバーチケットですね、300枚で回すかと。なるほどね。シルバーチケットも1500枚しかないんでね、見る限りは S ランクアイテムには、アリズンディフィーター、アリズンセイバー、アリズンアブソーバーと。これは、で、A ランクにはファイターとセージのサブ武器があるということですね。こっちも、こっちは、S 付けの方は A ランクがオプシディアン系になってますと。で、サルベーションもあるからと。いいのか悪いのか。で、ホーリーナイトフィーバーということで、主に着飾りですね。着飾りのコスチュームが販売されていると。まあまあ、クリスマスシーズンですので、まあ、サンタさんの衣装、S 級がクリスマスキャップ、ウェア、レッグマント、トナカイのコイフ、多分荷物袋ですか?があるというようなことですね。1回目から5回目の抽選でクリスマス装備、赤って何?白って書いてるもんな、これ。赤ってこっちかな?レベル1から、赤が、レベル1から装備可能で、サンタウェアで聖夜を楽しもう。S ランクがクリスマス装備白。白い気を思わせるエレガントな衣装、トナカイ装備もということらしいです。で、ジョブ関連の修正内容として、まあ、ハンターのカスタムスキル、天球爆矢が、複数部位を含めた多数の箇所が攻撃ヒット範囲にある場合、まあ、弱点を優先してダメージが発生するように調整と。まあ、弱点を優先してくれるということですね。で、カスタムスキルの鬼神打ちですね。あれ、長すぎたため時間が短縮されたと。で、アビリティの射局も、一定倍率以上のダメージ補正が発する弱点部位にしか効果がなかったけど、アビリティの効果が発生しやすくなるよう、効果に段階を持たせ、有効な部位モンスターの調整をいたしましたと。で、あと弓構え時ですね、に遠距離からのアングル、カメラアングルが追加されたと。オプション項目で追加されたと。今まで弓構えていると、足元とかね、背後全く見えませんでしたので、まあ、後ろが見えるようなアングルに、もしかしたらこれぐらい離れた感じで弓が構えれるのかもしれませんね。で、プリーストのゾーンオブザゴッドが攻撃角度によってダメージがゼロになる問題を解消と。で、シールドセージの各種ライトのスキルの調整。カスタムスキルによって、まあ、ウィークライト、スローライト、ヒプノライト、エレメントライトによって侵食植物が破壊できなくなるよう調整しましたと。今まではこのライトで壊せてたってことなんですね。シールドセージ全くしないんで、ちょっとよう分かってなかったんですけども。で、シーカー、旋風陣、爆炎戦、流し暗殺の攻撃力が情報修正されていると。ということで、シーカーはだいぶちょっと強くなったかなと。で、流し暗殺に至っては受付時間が若干延長されているらしいですね。で、消費スタミナも減っているということらしいです。ウォーリアーの武器。ウォーリアー、これか。一番最強なのが、バーダントフォース。武器は、
こんな感じですか。ソーサラが結構魔法が、修正されてるみたいですね。でファイアーストームの炎症時間短縮、ブラックヘイズの疲労効力、スタミナ削りですか、を情報修正と炎症短縮。でフロストスパイクが氷柱部分が弱点にヒットしやすくなるよう、ヒットしやすくなるようにしたと。ただし、後発する、スキル6以上でね、後発する氷柱部分、2回目に出てくる氷柱部分だけと。で、フレームウォールも攻撃力と弱点に当たりやすくなるようになったと。で、クレセントブレードが、確かクレセントブレードレベル6からなると3本ぐらいになったんですかね。3本ぐらい出てくる両端の攻撃力が上がったと。で、所時間短縮、メテオフォールが弱点にヒットしやすくなった。ブリザードアローが攻撃力が上がり、プロミネントスフィアが、まあ、攻撃力と炎症時間は短くなったということですね。で、ソーサラーもオプションカメラの追加ということで、炎症時に遠距離からのカメラアングルになるよう追加されましたと。で、エレメントアーチャーがカスタムスキルの、閃魔光の攻撃力が上がるのと、請求状態以上蓄積値が上がったと。情報修正されたと。で、カスタムスキルの、閻魔球、集中時間満了までの速度が上昇ということですね。だから、チャージが早なったってことですかね。で、ウォーリアーは、ザンマ剣風弾、ため時間が短縮、大風車切りの攻撃力が上昇。で、天照人ですね。これはどうなんやろうな、弱体になるのか。今までは、剣の、どこの部分でもですね、先っぽだろうが、塚に近い根元だろうが、どこで当たっても一緒やったのが、剣の根元ですね、塚に近い方で当たるとダメージが少なくなるようになったと。なんで、それまで、ダウン中に身長の低いキャラクターほど、まあ、ダメージを与えやすかったけども、まあ、全員それ同じような感じになってると。高かろうが低かろうが根元に近いと、ダメージ下がりますよ、と。いうことですね。で、アルケミストですけども、カウンターシステム、カウンテラアウルムの追加ということで、モンスターの攻撃に対してタイミングよく自分の攻撃を合わせると発動するカウンターシステムがついっていうことですね。カウンテラアウルムはノーマルスキルやカスタムスキルのほぼ全てのスキルにおいて発動可能となっていると。なるほどね。だから後出しで敵が攻撃した時にやればカウンター攻撃ができると。いうことらしいですね。シーズン 2.1 と 2.2 のエクストリームミッションについてメインポーンとパーティーを編成して参加できるようになったと。メインポーンとエクストリームに行く時っていうのは、他の各社とは組めないんで、メインポーンを一人でも連れてったら、あと残りの二人も自分のメインポーンで行くしかないということですね、これは。あとポーンの調整が、まあされてるんでちょっと多いので、この辺はちょっと飛ばして、状態異常でアイテム封印というものが追加されると。アイテム封印の状態異常が発生すると一定時間、一部の消費アイテムとジョブ専用アイテムが使えなくなるということですね。はぁ。で、アイテム封印の追加に伴い、今までの封印という状態上が、スキル封印という名前になったと。はぁ。汚染植物の状態上攻撃によるよろけ効果を削除しましたと。はぁ。なるほどね。で、各社の実質の、温泉ですね。温泉が、体力回復効果も追加されたと。今までは、この状態ですね。今、ノーマル何もしてない状態ですけども、この状態で温泉に浸かると、ビュンと最大 HP が上がるだけやったのが、今こうやって入ってるのを見ていただくとわかるように、そのまま浸かり続けてると、HP も回復していくと。
いうことで、今までは温泉からこうやって入って出て最大 HP だけが上がった状態で、まあ回復アイテムを使うか、1階の宿屋さん行って寝て最大 HP を回復するかってしてたのが、まあ、チャポンと使ったら徐々に回復する。これもうちょっと個人的にはスピード上げてほしいですね。なんなら一瞬でいいような気がしますけども、まあこれは下に行かなくて良くなったね、便利かなというふうに思いますね。で、冒険についてということで、リムテインの、毎拠点がですね、今 2.1 の段階では1、2、3、4、5、6、7個やったのが 2.2 で行く先が増えたということで、2つ増えたと。ご無事で戻られて見てください。庭に何か来ているみたいです。はい、2つ追加されて9箇所登録できるようになりましたということですね。で、白竜神殿だ。今まではこのレスタニアの行けるところでこんだけあったのと、辺境の礎がそれぞれ追加されてて、あと自分が登録した舞拠点があって、全てがあるっていうような流れやったんですけども、今この神殿内という礎が増えておりまして、これによってですね、今までクラフトルームに行ったら歩いて行ってたりしたと思うんですけど、クラフトルームにこっから直接行けるようになったと。いうことなんで、まあ歩いていこうと思ったらだいぶ絶対早く済むんで、ね、このクラフトルームにあるリムストーンのところに直接来れるようになったり、これはどこかな、大門前、酒場、美容院前に行くことによって、クラン拠点ですね、クラン拠点に行きやすくなると。で、グランドミッション、エクストリームミッション参加中でもリム転移できるようになったのと、商店区裏通りを追加したと。中央広場の名称を越見の間手前に変更されたということですね。ここで、どうだっけ、美容院に来ると、クラン拠点の近くになると。リムテインメニューのタブの初期位置を設定できるようになったと。ああ、なるほどね。今どこからやるのかな、ちょっとどこからやるのか見てませんけども、なんか出てるかな、三角とか丸を押しても、オプションとか押したとしても、いや別に何も出ないな。多分今までこの拠点の位置でここってなってたのが、まあ、マイ拠点に鼻からセットしとくとかいうことができるということですよね。ちょっと見てませんが。ごめんなさい。で、アイテム関連で、アイテムボックスがない。あ、これはあれだ。自室へ行きましょうか。ですね、自室のこの格納チェストの、標準枠ですね、通常枠が今まで2ページやったのが4ページになるってことで2ページ追加されたということですね。で、アイテムバッグ、保管ボックス、格納チェストの間で移動アイテムが移動できるようになったということで、今までこっちの普通のボックスからこっちアイテム移すときっていうのは、一回ここでアイテムを自分で取り出してから、こういう風に実際にこう、これを移すという感じでやってたんですけども、まあそうしなくても、こうアイテムして、ボックス指定をね、することによって、ボックス指定をすることによって、アイテムバッグなのか、格納チェストなのか、保管ボックスなのか、入れることができるようになったんで、このまま直接あっちの方へ送れるということですね。このここへ10個書いておきましたね。だいぶこれでアイテムの移動が便利になったかなと思います。そうですね。で、ブラッドオーブの所持上限が今まで9999やったのが、どこだっけ、これか、この左下、右下ですけども、やったのが、2万に変更されると。で、バザーの出品時間が24時間から72時間。だから3日になったということですね。バザーの商品検索でアイテムランクの指定値を上限13から99に拡張になったと。で、バザーの取引項目に地域素材が追加。
で 2.2 で新たに登場する地域素材も含め、これまでに登場した全ての地域素材がバザー取引可能になりますということになっておりますね。ただこの地域素材の実装は1月19日からのメンテナンス時に実装予定でございます。まだ現状はできないということですね。あとはそうですね、クラフトで、サポートポーンまで選択完了した後、パフォーマンス分析ボタンにて発動する効果の概算を割り出せるようになりました。どういうことかな、ちょっと見に行きますか。でクラフトで、冒険パスポートが発動しているときに、クラフトでの素材選択時に核のチェスト、さっきの青箱ですね、青箱に基本的に入っているとアイテムに反映されなかったんですけども、まあ、冒険パスポートに入っていると反映、それも反映していただけるということなので非常に大助かりということですね。どうしようかな、これレベル65か。お、今みたいに格納チスト参考してますっていうのが出ましたね。で、まずリーダーを選び、お仲間選び、お仲間選び、で、選ぶと、このパフォーマンス分析ですね。これを押すと、なるほどね。作業時間が 21% オフっていうのと、コストパフォーマンスが 16% オフっていう、はあ、これは今まではどういう感じ、あ、今までは多分これあれか、普通にあの足し算の数字ですね、40足す40足すみたいな感じで数字が出てただけですよね。これみたいに111100みたいな、111100みたいなしかなかったけど、これで、まあ、大体何歩ぐらい安なるかとかカットされるかっていうのが分かりやすくなったと。ははなるほどね。あ、待って、作らんようにしとかんのね。はい、それこんなもんですかね。はい、ということで次回からは、まあ、メインストーリーを進めていけるかなというふうに思います。はい、それではまた皆さんお会いいたしましょう。またねー。